町役場、ハーゲン中央駅、ハーゲン私立劇場、ハーゲンは、ドイツ連邦共和国ノルトラインウェストファーレン州の都市である。人口は、約19万人である。ルール地方に位置する工業都市。近隣の都市としては、約15キロ北のドルトムンと、10キロ北西のビーテン、20キロ北西のボーフム、20キロ南西のブッパータールなどが挙げられる。 ハーゲンの名前は、ロルシュ文書に775年の記述として、初めて登場する。17世紀、刃物の町として知られるゾウリンゲンから技術を取り入れ、刃物や武器などを生産していた。1746年に、都市特権を獲得した。19世紀になると工業化に伴って、急速に発展が進んだ。 1928年に人口が10万人を突破し1939年には約15万人に達したが第二次世界大戦では複数回の空襲によって市街地は壊滅的な打撃を受けた。戦後、復興を遂げた町は1975年に23万1840人の最高人口を記録するがその後に人口は減少を続けている。 1907年、ベスト・ファーレンで初めての私立オーケストラとなるハーゲン・フィル・ハーモニー管弦楽団が設立。現在は劇場のオーケストラとしてのオペラ、バレエのでの演奏、その他に年間10回の定期演奏会などを行っている。ハーゲン・私立劇場は1911年の創立、2011年に100周年、記念を迎え、 年間16万人を超える聴衆が訪れている。1974年、ドイツで唯一の公立の通信大学として、ハーゲン通信大学が創設された。同大学は、定期的な通学が難しい主婦、スポーツ選手などに学問の場を与えるという点で、大きな役割を果たし、現在8万人を超える学生が在籍している。元ドイツ代表のサッカー選手、 オリバー・カーン、オリバー・ビアホフ、クリストフ・メッツェルダーラは、現役中より、同大学で経営学を学び、学へを習得している。生都市順。ありがとうございます。